今日も見てくださりありがとうございます。今日は豚肉のネギ塩炒めです。材料分量ここに出てます。簡単で美味しいのでよかったらぜひ作ってみてください。まず最初に付け合わせのキャベツを千切りしていきます。キャベツの千切りは芯を取ってくるくるくるって巻いていっていくとふんわりと美味しいキャベツの千切りになります。で、切りやすいです。ここからちょっとずっとキャベツを切ってます。あのね、キャベツのところ暇だなって人はピピって、また右をピピって押して10秒10秒飛ばしてみてください。まだありました。これが最後かな、どうかな、どうかな、どうかな、最後でした。で、長ネギは根の方をピンって切って斜めに切っていきます。長ネギ火を通すと甘くなって美味しいですよね。もうネギ以上に好きです、私すんごい好き。で、ニンニクは包丁の腹で潰していきます。で、そしたらザクザクザクっと切っていきます。うちね、ニンニクが好きだから結構たっぷりめに入れました。ニンニクの量は好みで調整してください。豚肉に下味をつけていきます。塩小さじ半分、酒小さじ1、さっき切ったニンニクを入れてしっかり揉み込みます。で、うち今日これ豚ロースの薄切りでしたんですけど、これもロースとかじゃなくて豚バラとか細切れの方が美味しいです。で、塩だれを作っていきます。で、分量ここに出てます。で、しっかり混ぜます。で、熱したフライパンにごま油をひいて豚肉を炒め合わせます。そう、今日はね、ロースなんだけど、これは豚バラとか細切れで作った方が絶対美味しい。もうバラとか細切れで作るのをおすすめします。で、豚肉にあらかた火が通ったら長ネギを入れて炒め合わせます。
長ネギがしんなりしてきたら塩だれを入れて炒め合わせます。ざっくり炒め合わせます。このまま食べても美味しいし、ご飯の上に乗っけて丼にしても美味しいです。で、全体に馴染んだら豚のネギ塩炒めの出来上がりです。今日はこんな感じの夕飯でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。